はい、こんにちは、まこじです。今日もね、この編集部屋の方からお届け、していきますけど、今日はね、2019年の12月の24日クリスマスイブです。でね、特に何もないんですけど、で、まこじのクリスマスケーキはこれです。まこじの大好きなモンブランまあまあ、これは冗談なんですけどとね、で、今日はね、その、まあ、クリスマスでサンタさんがまこじに素晴らしいプレゼントを自腹でくれました。で、これが、はい、これです。この金額しっかり見てください。ビッグベイト13,180円、これなんですよね。今ビッグベイトってまこじ今までほぼほぼ持ってなかって、で、今まで持っとったのはね、スカルロワースマイルさんの一番でっかいのがチョイグロ、白と赤ヘッドのね。今それスカルロワーさんの方にちょっとまだ修理してもらって、で、今調整ね、この後またしていくんで、まだ帰ってきてないんですけど、で、あとは、定番の、まこじの、よくよく使っとる、この、スカルルワーさんのこのトップフェイス。そして、このね、スカルキル。この辺がね、まこじの持っとった、この辺からね、ビッグベイトに、まこじちょっと、スカルルワースマイルさんと、ルアね、出会いしてから、ビッグベイトにちょっと目覚めてしまって、でね、まこじなりにもちょっと、ちょこちょこと、この辺のルアね、ビッグベイトの、このピンクのやつはこれ拾ったやつです。全部これ拾ったルアと、拾ったルアーと中古で購入したルアーです。で、なんかね、こう、わからんやつ、わからんから、余計より一層わからんものを、中古で購入したりとかして、だ結局、お金の無駄遣いじゃないですか。で、そういうのもあって、自分へのクリスマスプレゼントで、今、この金額。もう、大盤振る舞いですよ。もうこれが本当にもう最後の最後です。っていうところで、これを、どこだ？こうか。こう？まず、これがデプスの、サイレントキラー175。と、その下に、ジャッカルの、ガンタレル。そして、これが、どこ行ったっけ、龍儀さんの、ちょっと読めないです。っていうやつと、あとは、ね、あまりにも有名な、ジョイクロ。ね。この4つの入った、ラッキーパックってやつ。これが4個なんで、1個4000円にしても、1万6000円ですよね。大体。なんでまあ、お安いかな、というところで、今年のね、最後の、まこじの自分への、まあ、クリスマスプレゼントみたいな感じで、今日購入してきました。でね、まあ、動画は、何日に公開されるか、ちょっと今のところ、わからないんですけど、まあ、年末になるかな。うん、っていうところで、今週末ぐらいの、公開になると思うんですけどね。で、じゃあ今から開封していきます。で、一個一個ね、見ていきましょうかね。ほんと、ビッグベイトのセリってね、まこじほぼほぼしたことないんで、ね、何がいいかもわからんし、どんなもんかもわからんしっていうところでね。結局、一個一個、何がいいか、
買うの迷うじゃないですか。でよくわからないし、なんでもう一気にこうやってやったら、まああとはこれをしっかりとね使いこなせるように練習、この冬場の間に動きとかで調整とかね、うん、イメージをしときたいなというところで、まずはじゃあ僕自身もよくわからないんで、今ね、というと商品の紹介だけ今からしていきますね。まずジャッカルのガンタレルで、カバー攻略に対応ブルーギル型ビッグベイトって書いてありますね。こんな感じでね、ちょっと光当たるんでちょっとだけ斜めにしますね。で、まあ知っとる人は知っとるんでしょうけどね、マクジーはこれからね、これを使ってやってきます。まずこれ1個目ね、押して流儀の猫そぎっていうやつ、光もうちょっと当てたらこうかな、こんな感じかな。水面直下の餌になりきるっていう書いてありますね。で全部これもね、一応アマゴですね、これはアマゴを模したやつです。これ大きさはどんだけなんかね、これは100ちょっとわかんない。そして次はジョイクロ、これだよね、多分みんながめちゃめちゃ今言ってジョイクロジョイクロって言ってる、ジョインテッドクロー、ガンクラフトのこれだよね、フローティングタイプ、デッドスティッキング&ジャックで、あとウェイトシール貼ってスローシンキングにしたりとかね、そういう風にして調整してやるっていうやつだよね。これアユだよね、うん、アユやね。なんでこれやったらひょっとしたらシーバスの落ちアユパターンとかはもうこれでいけるかもしれないですね。なんでまたこれと、そして次はデプスのサイレントキダーですね。でこれが4つ入って13,180円でした。19年を振り返って、まあ総集編とかも動画上げましたけど、でそこら辺でね、じゃあ今まで自分がやってなかったパターンからちょっと出して新しいことをやってみたら、ひょっとしたら状況変わるかなっていうところも含めてね、こういう風なところビッグベイトボタンをちょっとやってみようかなというのもこうね考えたりとかして、で今回は思い切ってこれをちょっと購入してみました。2019年もフィールドテストに3月に行った時に48センチ丸っとしたスポーニングの前のバスを取ることができてるんでね、そこら辺もこう狙いながら今からそれに向けて準備して2019年は終了したいと思います。であとはね、本当にもう練習、今からこの冬場の間にちょこちょこと行って、で練習風景のね動画もひょっとしたら上げるかもしれんし、でこれをやりながら、あとはワカサギちゃんね、で動画上げていきたいと思います。でじゃあまたね、こんな感じで2019年マコジーのクリスマスプレゼントぴゃんね、ビッグベイトを購入してみましたでした。じゃあまたね、こんな感じで今後もマコジーのね、今までの反省っていうところらへんと、から来年っていうところに踏まえてね、2020年に向けてっていうところでお届けしました。じゃあまた。
ちよかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。